ンポン。いやー、今日学校が武装集団に占領される夢を見たんですよ。ああ、あるある。なんでなんやろうな、あれ。あ、え、本物の武装集団や。ウフ、よくぞこの変装を見破った。だってそこに書いてあるし。バレてしまっては仕方ない。何を隠そう、私たちは、そう、本物の武装集団。だから今そう言ったろうな、ボケ。こんにちは。おう、なんやこいつら新キャラか。また変なのが増えたな。ウケる。おいおいおい、言ったわあいつ。お、貴様、この狂気が見えないみたいだな。え、本物。ようやく気づいたみたいだな、バカが。このモデルガンで頭を吹っ飛ばされたくなければひれ伏せ。モデルなんじゃねえか、あいつバカなんじゃねえの。いやあああああ、モデルは、ああああ、バカさで勝ってそうですが、いかがでしょう。うん、最初から素直に従っていれば命までは取らん。まあそれモデルガンですけどね。でもこれで相手の頭部をガンガンしたいでやんす。無駄にキャラ濃いな。それピコハンじゃね。ひ、こいつも血が欲しいとうなずいてるぜ。うなずいてどうする、それデラックスに一輪刀じゃね。助けなどこんぞ。この戦力に逆らおうなんてバカはいないだろうからな。あはは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 。くっそ、ちょっと豪華な男子小学生みたいな装備やな。こんにちは。なんだ貴様ら、あいつらの仲間か。このモデルガンが見えるか、おとなしくしろ。多分だけど戦力勝ってそう。うわあ、なんか狂気持ってる。お前らも一応持ってる手で頑張れやん。お許しを。あ、でもこれ一応作り物なんて危なくないですよ。我々は、そう、本物の武装集団。もうお前ら帰るよ。そう、こうなったら人質作戦だ。おい、一番か弱そうなお前、こっちに来い。え、誰？お前だよ。え、うち？うち？はーい。わ、みんな助けてー。すげえ嬉しそう。ほら、こいつの頭吹っ飛ばされたくなければ言うことを聞け。おいお前ら。なんだ、この子はか弱そうに見えて、中身は鬼のような凶暴だぞ。後悔しないうちに話すんだ。おいてめえ。何？そうなのか。うん、あかりか弱い。お箸より重いもの持ったことない。か弱いらしいぞ、嘘をつくな。この子の得意技スーパーズキーだぞ。てめえ。何？本当か。だからか弱いつってんだろ。信じてんじゃねえの、ボケ。うわ、何この子怖い。傷のあかり、その二つ名は、エドモンドは。誰がエドモンドだ。ああ、違う違う、敵はあっちあっち。キキ様、か弱いと嘘をついたな、この悪魔め。あ、うわあ、ごめんなさーい。あれ、ピンポン。え、何急に。よし、今日もドラム缶についてエゴサーチしますか。私、ゆずきゆかり。毎日ドラム缶のエゴサーチに勤しむドラム缶代表、ゆずきゆかり。意味わからねえのに自己紹介の情報量が少ねえんだよ。背景の情報量は多すぎんだよ。なんか主要メンバーも背景の一部になってる気がする。普段のお前何してんだよ、マイコンや。あ、そんなドラム缶メインのこの動画だけど、盛り上げてくれる仲間はこの方々。どうも。誰と誰と何？もう内気な自分とはお別れしました。新しい葵を見て、どうも青ベルです。戻して。可愛さ満点星空劇場。妹大好きお世話好き。どうも赤ベルです。表情筋死んでて何言っても不気味やな。お前を世話してやろうか。急に怖えななんだよこいつ。闇です。え、さて今日からはこのメンバーで劇場してくぜ。待て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 、意味がわからん。うるせえな、さっきからカットインが。いつも一つまみくらい狂気入ってんだろ、今更なんだよ。本当に。は？本当に狂気入ってるって言えんの？心から言えるわ、ドラム缶てめえ。証明できんの？お前の存在がその証明だろ。やだ、なんかかっこいい。ただのツッコミですけどね。やるです。え、ところであかりちゃん、ん、なんや、気づいてますか？この動画が始まってから、あかりちゃんの姿が映されてないことに。なんやて、まさかお前、うちの体に軟化したんか。ふふふ、変わり果てたその姿、とくと目に焼き付けるがいい。ドン、タオル姿。うわあああああ、シンプルに恥ずかしいやつやんけ。しばき倒すぞ。ピンポン。うっす、お帰りなさいませお嬢様。は？え、何？ここはボイロ喫茶。たくさんの可愛いボイスロイドがあなたをご奉仕します。せっかくキッチン。それ決めセリフなら練り直してこい。ではこちらのメニューからお料理をお選びください。注文の時はニャンニャン声をかけてくださいね。は？ではごゆっくり。ちょ、ほほほほほ、あんやろう。うん、まあこのオムライスでええか。すんません。おい、ゆかりさん。おい、にゃ、にゃんにゃん。うんか、本当に言ってやがるせ、あいつ。ウケる。てめえら。おい、そこの録音してるやつこっち来い。ご注文はウサギですか？言ってねえよ。なんやねん、ウサギって。このアイコメオムライスください。はい。アイコメ一丁目。あざかよろしまーす。なに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 。アイコンペ、アイコンペ。なに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 。おいしくなーれ。おいしくなーれ。萌え萌えキュー。誰に愛を込めてんねん。BGM を止めろ。チェックとかどうですか？え、そんなんあるんや。じゃあ行きますよ。イエーイ。待て待て待て。え、じゃねえよ。主張が強えわ。なんでうちが隠れんだよ。立てろや、客を。そうですか？じゃあちゃんとあかりちゃんが映るようにしますか？承知のすけ。じゃあ行きますよ。イエーイ。待て待て待て。え、ちょっと撮ったやつ見せて。はい。で、お前ら細すぎて写真ミスったみたいになってるやろ。確かにピースしてないですね。ポージングの話はしてねえんだよ。ちゃんと映るならみんな映るようにしろや。そうですか？みんなちゃんと映るようにしますか？承知のすけ。じゃあ行きますよ。もう待て。
待て、多くない？ボイスロイド喫茶なんだからそりゃ多いですよ。いや、さっきまでこんなにおらんかったろうが。うかせろ。声が違う。そうだそうだ。誰？なんやこの喫茶は。ガエルで。あ、お待ちくださいお嬢様。なんや、今さらご注文のアイコメオムライスでございます。本当に今さらだな。ちょっと食べてんじゃねえ。アイコメ、アイコメ。ごめんな、ごめんな。もうこっち来んな。ピンポン。はあ、お、どうしたんや。いや、実はうちのクラス、毎朝みんなの前でスピーチする決まりがあって、来週の当番私なんだ。ああ、なる、葵は緊張しやすいもんな。どうする？練習する？そうですね。ちょっと練習してもいいですか？どうぞ。いきます。ほん、ち、の、す、ゲホゲホ、す、す、す、ピスピ、スピピルピルピルピピルピ。特撮天使？ストップストップ。落ち着くにゃ、葵ちゃん。緊張が押し寄せてくる。うん、痛いほど伝わったわ。あれです。深呼吸を5回すれば緊張が止まるって聞きました。深呼吸、すー、はぁ。ココピューみたいになってるからストップ。落ち着いて落ち着いて。はい。ヒヒフンヒヒフン。ダマーズフォーやめろよ。視線が集まるとダメなんです。声も裏返って喋れなくなるんです。裏返ったら。それが直した。そんなソプラノスピーチやだよ。あれや、人が見てると思うから緊張するんや。見てる奴らはみんな猿だと思うとええで。練習してみ。いやいや、猿と思って練習ってどうやる？ウッキッキ。あらやだ、敵人。あ、なんか、猿に見られるのは大丈夫っぽいです。ウッキー。さすが猿どもやな。よかった。これでしっかり、あかり先輩の可愛さを伝えるスピーチができそうです。うん、とりあえずテーマから見直そうか。その写真やめて。ほ、の、スピーチは、やっぱりダメかも。前見れないよ。頑張れ、葵ちゃん。いや、でも皆さんに手伝ってもらって、たくさん応援してもらったんだ。きっと、できる。頑張れ、葵。姉ちゃんも応援しとるで。え？ほら、クラスのみんなも葵を応援したってや。そうやって。あ、お、い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 。帰れー。あかり、この後あかりちゃんにめちゃめちゃ怒られる。姉ちゃん、いやほら緊張ほぐれるかなと思って。あれじゃ逆に緊張するやろうが。ごめんなさーい。